石田島越前に石田島、高島全左衛門の品石田島は、越前国入郡下石田村を発祥として、江戸時代後期から生産されている島も面。高島全左衛門に住む高島全左衛門は、文政年中、高知が少なく農業のみでは、生計維持の困難な、貧しい村人を救うため、肌織の工場を設立し、木綿島織物製造の普及に努めた。これが、 石田島の始まりとされている。高島善左衛門は、当時、島織物の大産地であった美野より食工を招いて、生殖の技術を導入した。丈夫で織り目、島模様もはっきりとした素朴な生地で、しかも廉価であった石田島は、衣服や野良着、布団地など、主に地元住民の生活に定着するようになった。また、福井県内の上学生、 小学校の制服にも指定、採用された。石田島の制服は、当時人気があり、福井女子市販学校の生徒は、島の君と呼ばれた。最盛期の1900年には、生産校が33万単に達するほどだったという、記録がある。石田島の復元のきっかけは、高島善左衛門の出身地である立町小学校の、福徳本、郷土の一石田島の元祖、 高島善左衛門の観光であった。道書は当時、立ち待の教員であった池田和恵によって1954年にまとめられる。吉川道江は、実家の祖母が石田島の名手であったと福徳本を読んだ子供から、聞き、石田島に興味を持つ。その後、吉川は、子供が、同じクラスの保護者の山本香よ子と知り合い、復元を決意。 すでに布団やモンペの紐などのから石田島の布地を収集し復元する。吉川は集めた布地を分析し、8ヶ月かけて半々を売り上げる。その後山本が半コートに仕立て、1972年に立ち待ち小学校創立100周年記念祭で復元した布地を展示した。石田島の制服は、 人愛女子短期大学教授の中野千鶴子が当時の布地や卒業生の証言をもとに復元し、後1984年の福井県立博物館の開館時に展示された。吉川と山本は沙システム系文化財技術保持者となり、鯖江市繊維協会が設立した石田島手織センターで指導に当たっている。石田島手織センターは2009年に設立された。 また、人愛女子短期大学出身の佐々木理恵が、学生時代に、中野から石田島復元を、卒業政策として進められたことをきっかけに政策を、継承している。佐々木は、山田氷見の勧めもあり、畜生糸を織り込み、鉄麦糸を草木染めして織りで、越前石田島を制作している。石田島には、歌が残っている。この歌には、今にくじ打つもう一時間と、 毎晩十時まで働いていたことが歌われている。いずれも、津村節子による、石田島手織りセンター。ありがとうございます。